この3つしかないんですよ。これってあんまり差が分かんないですよね。時間単価もこれ非常にいい状態ですね、はい、なるほど。はい、どうもカズです。じゃあ今日もやっていきます。山木くんよろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどうしましょう。今回なんですけど、全動画で赤字の美容室、何からやるべきなんだいというところをお話しいただいたと思うんですけど、まあ、客単価アップがやっぱり一番優先だったじゃないですか。はいはい、優先的なね、改善するところとか部分というか、でその中でやっぱ客単価アップどうしたらいいのかなっていうのがあって、カズさんのこう本見てたんですよ、そしたらなんかいいのがあって、松竹梅メニュー、カズさん結構売りにしてらっしゃるじゃないですか。まあそうですね、はい、それってどうやって作ればいいんだと思ったわけです。はいはい、はい、なのでその作り方のポイントなどあれば伺いたいなと思いまして、今日は松竹梅メニューの作り方のポイントっていうのをちょっとテーマを持ってきました。ああいいですね、はい、はい、まあ単価アップするには、まあ、料金改正しちゃった方がいいよと僕言ってるんですね。はい、まあ、その中でもその松竹梅コースメニューにしちゃいましょうというふうにお伝えしてるんですけど、はいはい、まあ、それの作り方ですね、をちょっと簡単に説明したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ一応一番分かりやすい、僕が今ちょっとメンズサロンに週1で出てるんですけど、はい、あ、ちょっとなんか手伝いっぽい感じ、はい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 、じゃあそこのメニューをちょっと紹介しましょうかね、はい、でそのメンズサロンの事例なんですけど、はい、まあ、松竹梅というのは、はい、まあ、このように設定してます、はい、で、メンズサロンですね、はい、まあ、利用登録でやってますが、うん、まあ、この3つしかないんですよ、そもそもメニューが。なるほどですよ、ね、まあ極端ですけどね、はい、こう極端な例なんですけど、はい、選択肢は3つですっていうのがまず基本です。松竹梅確かに、まあ、ホットペッパーとか、はい、そういう媒体見てても、はい、なんじゃそりゃっていうメニューばっかりなとこ多いじゃないですかああ、まあいろいろね、否定するわけではないんですけど、はい、多すぎて選べないですよね。選べないです、はい、だから選ぶ選択肢をまず3つにするっていうのがポイントですね。なるほど、これ何個もあったら意味ないですよ。 まず3つっていうのが、はい、松竹梅、はいはい、でうちのこのメンズサロンに限っては、うん、まあ、この3つしかないですけ ど、はい、通常の美容室で考えるなら、うん、カットがしたいお客さんだったら、はい、カットの松竹梅で選んでもらう。なるほどなるほど。でカットカラーで、何とかしたい人には、うん、カットカラーの松竹梅っていう風になってれば、うん、何個もあっても OK。 そういうことですね。そうそうそう、なるほど。カットとカラーで、チェンジしたいと、はい、いう方に、じゃあ松竹梅この3つあります。まあ松竹梅って言わなくていいんだけど、あ、まあまあ、はい、そうですね、はい、この3つがありますっていうふうに提示できる状態がまずベースとして必要ですね。なるほど。でうちのメンズサロンで言うと、もうこの3つしかなくて成り立ってます。すごいっすよ。はいはいはい。え、ちなみになんだけど、はいはい、やっぱ何が一番出るんですか。これは竹ですね。お、真ん中です。なるほど。っていうのもこれ一番売りたいメニューを真ん中に置くっていうのがまずポイントになります。そうすると、はい、梅と松っていうのは見せかけメニューなわけではないってことですね。見せかけの要素も、まあ、出てきちゃいますね、松竹梅、はいはい、で一番売りたいのは真ん中に置く、うん、なるほど、はい、まあ、上のバージョンと下のバージョンを用意するのが、うん、まあ、松竹梅になります、はい、なんか麺の硬さみたいな感じですね。まあまあまあ、柔らかめ固め普通みたいな。普通みたいな。普通でみたいな。まあまあ麺の硬さはまあ好みになっちゃう。ああ、なるほどですね。はい、これ好みっていうよりはグレードが違うよという形です、ね。次のポイントがこの松竹梅の価格差ですね。これ僕の本ではこの、まあ、1万円1万5000円2万円っていうちょっと表示をしちゃってるんですけど。でも確かになんか切りが良くないですよね。そう。5000ではないんですよ。これ本ではね5000でやっちゃってたんですけど、うんうん、ベストは、うん、これ竹と梅が近い状態ですね。おお、なるほど。で松はちょっと離す、でこっちの方が差がある状態ですね。でも確かにそう考えると、はい、松ちょっとめっちゃ高えなってこうパッと見だとパッと見ね思っちゃいますよね。そう、うん、これなぜかというと、うん、お客さんは上質なものを求めるお客さんは値段見ないで一番いいもの欲しがるんですよ、うん。まあ、でも確かにそうですよね。なんか値段見ないで、はい、なんかもう全部任せるんでやってくださいみたいな人はいますよ、うん、とか良さそうなの選ぶ、はい、お金じゃないんでみたいな。そうそうそう、はいはい、まあ、例えばうな重で、はいはいはい、まあ、特上上コース、はい、みたいな、はい、3種類あるとしたら、はいはい、まあ、贅沢な人はねとりあえず一番いいの頼むんですよ、うん、これ値段関係なくなっちゃうんですよ、はいはいはい、だから上質な人は勝手にここ選ぶんで、うん、あ、ここ値段気にしなくていいってことですね。なるほど。
実は。ちなみにこちら側のニュアンスで言うと、はい、別にまず売る気はないっていうレベルの感覚なの、はい、選ぶ人は選ぶでしょみたいな。そうですね、はい、職人の方だと単価上げなきゃってやっぱ思うわけじゃないですか、はい、そうするとなんかこう松を、はい、基準に、はいはい、僕が例えばそこで働いてるならば、はい、松しか売らないみたいな、まあ、押し売りではない、はい、そう、能力ある人はこっちの良さをしっかりプレゼンできて、はい、なるほど、あの売れちゃう人は売れちゃうんですけど、うんうんうん、それ個人能力によっちゃうんですね。だから経営の仕組みとして考えるなら、うん、まあ、262とかっていう割合で売れればいいよねっていう考え方で作っちゃった方がいいです。じゃあ売れる人は、まあ、例えば262っておっしゃってましたけど、うん、622でやっちゃえる人はそれはいいです、まあ、それはそれで別にいいですね。おなるほど、はい、仕組みの範囲外で能力がある人は売れちゃうと思うんですけど、うん、それはそれで、でもそれは現場のちょっと能力というか、うんうん、個人の能力に、なってきちゃうんで、まあ、経営ではないです、ね、頑張ってこれ売れこれ売れっていう経営になっちゃうと、確かに確かに、やっぱついてこれない人もいるし、はい、押し売りになっちゃうケースもあるから、クレームとかね、そこは経営者としては狙わないですよ。自然に売れる状態を作るのが仕組みなんで、結構そこなんか勘違いしてる経営者さん、そう、松頑張って松作って、はい、これを頑張って売ろうってしたのは職人経営です。なるほど、もしじゃあその松の値段が売りたかったら竹にしろってこと、ね、そう、この値段を売りたいんだったらこの上作んないといけない。なるほど、なんで松はとにかく、うん、あの最上級サービスを考える、はい、なるほどなるほど、はい、で値段は高くて OK、うん、で売りたいのは真ん中、なるほど、はい、でこれなぜここ近い方がいいかというと、うん、ここはちょっと価格差を見ちゃうんですよ。あ、ちょっとしか違わないんだったら、うん、こっちの方がいいかなっていう、うん、むしろですけど、はいはいはい、僕はそのタイプです。あ、でしょ、やっぱ真ん中選んじゃうタイプですよ、はいはい、そう、心理学的にはそうなんですよ、はい、なんか下だとなんかこう安く見られるんじゃないかなってい う,、うん、はいはいはい、う維持的な部分があるんで、そうそうそう、まあ、とりあえず真ん中でみたいな、はい、そう、その、ね、その効果がここの差が近ければ近いほどこっち選ばれる、うん、はあ、なるほどですね、はい、もうなんかもう心理ですよね、まあ、心理学的にはそうですね、はい、この3つにしてここは差を少なめにして、でここ大きめにして作るっていうのがポイント、はい、なるほど、なんでここ3000円違うんですね、これ税込みなんですけど、ああそっかそっか、3000円違ってここ5000円違う、なるほど、はい、1万円に消費税、うん、1万5000円に消費税、うん、これ7000円に消費税ですね。なるほどなるほど、でこれはカットとヘッドスパのコース、はい、でこれはカットとスパと、まあ、お顔剃りとかもしくはヒゲ脱毛とか、ちょっとお顔のエステが選べるコース、なるほど、ついてます。はい、でこっちはカラーもする人です、ね、あ、なるほどですね、はい、っていう3つのメニューしかなくて、もうパーマとかストレートとかはもうやらない感じにしてますね。なるほどなるほど、はい、実際パーマやりたいって言われたらどうする？もしやりたい人がいたら、まあ、それ裏メニュー載せないんです、載せない、はい、裏メニューとしてもっといろいろあるのはこれ OK ですね。なるほど、はい、あ、裏メニューはじゃあ裏に載せろってことですね。裏でいいです、あ、そう、オプションですね、はい、オプションメニューはいくらあっても OK ですね。そうで、お客さんによってプラスしていくことは可能なんで、うん、それはあっても OK ですね。なるほど、はい、で表にはもうこの3つしかありません。でも確かに来店して、はい、この3つしかありませんって言ったら選ばざるを得ないですよね。そうそうそう、確かにそう。え、カットだけはないのみたいな。カットだけはすみません、ないんですっていうです、ね、感じですね。じゃあ、いや、しょうがないわね、はい、みたいな感じですね、はい、でそれはなぜかっていうのも、まあ、うちの店では最初、初回のご来店でプレゼンするんで、うんうん、ああ、そうか、はい、ヘッドスパにこだわって全部ついてますと、うんうん、なるほど。で、お顔も、ケアするお店ですと、でそれに、まあ、カラーもしたい場合はこっちになりますって言って、うん、まあ、明らかな違いがあります。なるほどですね、はい、でこう違いが分かんないサービスしちゃう人いるんですよ。例えばトリートメントで小竹梅差があります。あ、なるほど。これってあんまり差が分かんないですよね。確かに、はい、結構梅でも綺麗になっちゃうケースがほとんどなんですよ。なるほど、はい、でそれのもっと上位版のトリートメントあります、うん、とかって、はい、あんまりここ差感じない、確かにそれケースがあるんで、うんうん、それだけ避けたいですね。明確な差をつけたい、うん、内容に。なるほどなるほど。じゃあトリートメントで差をつけるんだったら、やらない、やる、うん、最上位版みたいな、うん、やらない、やる、違う工程が入るとか、はい、ああそういうことか、はい、じゃあスパとトリートメントみたいな、はい、あ、そうそうそう、あ、そういうことですね、はい、でうちのこう美容室で言うと、はい、違いますね。この梅がカットとスパ、うん、ヘアエステですね、スパとトリートメント、はい、でしょ。で竹が頭身浴がついてますよね。ああそうです、
はい、ちょっと値段は違いますけど、値段ちょっと、はい、値段は、違いますね。1万3000円だっけ、はい、梅が1万1000円で、竹が都心浴付きは1万3200円、はい、で松が、松が2万2000円、はい、で松は髪質改善系のトリートメントを、はい、別格のやつ、別格なトリートメントをします、はい、で、まあ、明らかに違いがあるっていう状態ですよね、うん、確かにっていうような作り込みをするのが、うん、まあ、ポイントになりますかね。はいはいはい。これ美容、あの床屋さんでこれは結構いい値段じゃないですか。いや、なかなかの値段ですけど、まあでも来ますから、ね、これで来るんですよね。メンズ需要というか、まあ、メンズ専門みたいなのってすごい受けるんでしょうね。メンズいいですね、はい、でしかもやっぱ抜け毛とか気にする方多いですから。確かに、むしろでも、はい、そういう人が多く来店してほしいっていうサロンですね、はい、そういうコンセプトで、うん、そういう打ち出しでやってますから、うんうん、お客さんの質もいいですね、このお店は。でこれはあの1時間かかんないですからね、カットとスパだから。ほう、あ、でも、はい、時間単価が7700円そうそうそうになるっていう、なりますね、はいはい、これも、まあ、枠は90分取ってますけど、はいはい、もう毎月来るお客さんで、あ、まあ、いつも通りでいいですね。そうそうそう、はい、ってなるともう60分で終わっちゃうんですよ。やばいっすね。やばいっす。時間単価1万1000円になるってことですか、はい、でカラーしてもそうですね、まあ、30分から、まあ、うん、まあ、ちょっとかかるか、ね、かかるプラスされるぐらいなんで、時間単価もこれ非常にいい状態ですね、はい、なるほどですね、はい、値段高くて、うん、まあ、5時間6時間かけてたら、うん、まあ蓋を開けてれば時間生産性が低ければ微妙ですよね。そうなんですよ。客単価だけじゃなくてやっぱ時間単価重要ですね。確かに確かに。それも含めて松竹梅というのを作ってもらえればいいかなと、うん、なるほど、はい、だからこのお店はねこれしかないから特殊ですけど、はいはいはい、カットの松竹梅、うん、カラーの松竹梅、ストレートの松竹梅とかって設定をすれば、うん、まあ、普通の美容室でもできるんじゃないかなと思いますが、うん、なるほど、どうでしょう。いいっす。え、ちなみになんですけど、うんうん、まあ、例えばその客単価とかそのメニューの松竹梅見直しましょうって言って、うんうん、明日からぶっちゃけ考えればできる施策じゃないですか。でもそれって明日からやるぞって言ったら、はい、もう明日いらっしゃるお客さんは明日から買えるんですか、うん、いや、さすがにそれはね、あ、なるほど、厳しい、厳しいですか、ですよね、まあ、そりゃそうですよ、ね、それはちゃんとね、既存のお客様には告知もしないといけないし、なるほどなるほど、はい、いろいろあるんですが、まあ、新規のお客さんからは対応できますよね。で既存のお客さん据え置きして対応すれば、うん、まあ、すぐできなくはないですよね。確かに、そしたら新規のお客様から明日からできる、まあ、やろうと思えばできますよね。はい、でそれに関して、まあ、料金改正の失敗しない料金改正っていう手順があるんで、はい、それはまた別な動画でねお話ししましょうかね。はいはい、はい、長くなっちゃいそうなんで。そうですよね。はいはい、結構肝な部分です、ね。肝にはなってきますね。急に明日からこうなりますじゃあね。そうです。お客さん来なくなる。お客さんはびっくりしますけど、結構スタッフからのやっぱ、はい、スタッフもそうそう相当来ますよね。来ますから、はい、まあ、準備いろいろ必要なので、はい、それはまた別な動画でお話しできればと思います。なるほどですね。はい。もしくはあのアカデミーに入ってもらえばね、すぐ、あ、まあ、そうです、公開してますけど、はい、はい。まあ YouTube でもね、できれば公開したいと思います。はい、確かに一応やっぱりね、こうアカデミーもありますけどね、うん、もったいがらずに言った方が多分視聴者さん喜びと思いますからね。そうですね、はい、ちょっと分かりやすいレベルでお伝えできればと思います、うん、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ハサミを置いて年商1億の美容室経営をしたい方は概要欄から僕の公式 LINE に友達追加をお願いいたします。今 LINE に登録していただくと脱職人経営のオーディオブックと脱職人を進めるための講座動画11本と6個のワークシート合わせて18個の特典をお渡ししております。他にも登録者限定のご案内もお送りしておりますので、よろしければ概要欄から LINE 登録をお願いいたします。合わせてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。